リザー・アッパースイー、宮廷の恋人たちイスラム美術もしくは、イスラーム美術は、ヒジュラ以降21世紀に至るまでの、スペイン、モロッコからインドまでにわたる、イスラーム教徒の君主が支配する地域で生み出された、美術作品、もしくはイスラーム教徒のために作られた作品を指す。域内での職人、商人、パトロン、そして、作品の移動のために、イスラーム美術は、 ある程度の様式的な一体性を見せる。イスラーム世界全域で共通の文字が用いられ、特にカリグラフィーが徴用されることが一体感を強めている。装飾性に注意が払われ、幾何学的構造や装飾で全体を覆うことが重視されるといった共通の要素も際立っている。しかし、形式や装飾には国や時代によって大きな多様性があり、 そのためにしばしば単一のイスラーム美術よりもイスラームの諸美術として捉えられる。建築においては、モスクやマドラーサのような特定の役割を持つ建物が非常に多様なフォルムで、しかしながらしばしば同一の基本構造に従って建設された。彫刻はほとんど存在しないが、金属、造形、陶器などの工芸の完成度は高かった。 生族双方の書物の中に見られるミニアチュールの存在も無視できない。イスラームの美術は厳密に言えば宗教的なものではない。ここでのイスラームという言葉は宗教ではなく文明として捉えられる。キリスト教美術や仏教美術のような概念とは異なり、イスラーム美術において直接に宗教美術が占める部分は比較的小さい。 また通年とは異なり、実際には人間、動物、さらにはムハンマドを表現したものも存在する。これらは基本的に宗教的な場所や聖典において禁止されていた。この領域の故障の問題は研究の初期から難しいものであり続けてきた。19世紀のヨーロッパではアラブ美術、ペルシア美術、トルコ美術、サラセン美術、 ムーア美術のように地理や民族により個別に名付けられていたものが19世紀末にはオリエント学を背景に一つのイスラーム美術もしくはムスリム美術として捉えられるようになった。マホメット美術、ムスリム美術のような宗教的な呼称はキリスト教美術や仏教美術の場合と異なりイスラームが礼拝のための製造や制御を持たず作品の相当な部分が 世俗的なものであったことから不適切であり、イスラームという語が、その宗教的でなく、文化的な、受け取られ方により、20世紀後半には好まれるようになった。しかしながら、そのような美術の一体性の問題は微妙なもので、あり続けている。このため美術史やは、イスラームの諸美術という表現を好むようになりつつ、あるが、イスラーム美術という表現も依然として、 頻繁に出版物に見られる。イスラーム美術という考え方そのものが、イスラームの側からではなく、外部の人々によって作り出された、明らかに現代的な概念であるという指摘もある。イスラームは、ムハンマドの死後一世紀の間に、後継のガリフたちの下で急速に半島を拡大し、西はイベリア半島から、東はサマルカンドに至るまでの広大なイスラーム帝国が、 成立した。王朝時代以前、馬や朝以前の建築については、詳細にはわかっていない。最初の、そして最も重要なイスラーム建築はおそらく、マディーナにかつてあったとされる預言者の家であろう。イスラームでは、どこででも祈りを捧げることができると考えられているが、この半ば伝説的な建物はムスリムたちが祈るために集まった。 最初の場所であったと思われる。預言者の家は、多中式の礼拝空間、礼拝の方向を示す木ブラ人々を、国書から守る日陰という三つの要素を持つ、イスラーム建築における、モスクの原型となった。祈りへと適用された、この形式は、無から生まれたわけではない。フサジンもしくはドゥラエウロポスのシナゴーグが発想の、源となっていた可能性がある。 腐食しやすい建材で建てられていたため予言者の家が残っていた期間は短かったが、アラブの資料で詳しい描写が行われている。こうした除述はかなり後の時代のものであり、どの程度実物に忠実であるのかは明らかではない。予言者の家の跡地と推測される場所には予言者のモスクが建っている。イスラームの初期の物品をそれより、前のサーサーン朝、 ビザンツ帝国などのものと区別することは非常に難しく、これはウマイヤ朝に関してもそうであるが、美術品の産出で知られる、諸帝国に取り囲まれていた地域で誕生した。初期のイスラームの芸術家たちが近隣諸国と同じ技法とモチーフを用いたのはこのためである。優を施さない陶器の大量の産出が知られており、名から イスラーム時代のものと特定できるルーブル、美術館臓の有名な小案もそのことを示している。この案はイスラーム以前からイスラーム世界への移行をたどることのできる数少ない発掘地点であるスーサから出土した。ウマイヤ朝ダマスカスのウマイヤドモスク最初のイスラーム王朝であるウマイヤ朝において、 宗教的及び世俗的な建築が共に新しいコンセプトと様式を伴って発展した。中庭と他中式の礼拝室からなるアラブ様式はダマスカスの最も神聖な場所にウマイアドモスクが建設されてから様式として確立された。この大建築は建築者たちと美術師家たちにとってアラブ様式の誕生を知らせる目印となっていった。 エルサレムの岩のドームエルサレムの岩のドームはイスラーム建築全体を通じて最も重要な建築物の一つである。金字のモザイクや聖墳墓,墓教会を想起させる中央部の様式にビザンチンの強い影響が見られるがクルアーンの書かれた名文を伴う250メートルに渡るフリーズのような純粋にイスラーム的な要素もすでに含んでいた。しかしながら そのモデルは発展を見ず、この作品の流れを組むものは言にしなかった。パレスチナの砂漠の城の数々は、その正確な機能については、諸説があるが、世俗、軍事的な建築に関する多くの情報を伝えてくれる。キャラバンさらい、保養地、要塞化した住居、あるいはカリフと遊牧諸民族との会見をする宮殿など、その機能は、 専門家たちも確定できておらず、場所によって用途も違ったのであろうと思われる。アンジャルの遺跡は、ラムラと同様に古代ローマのものに非常に近く、基幹道路であるカルドゥスとデクマヌスを伴う都市計画が見られる。建築のほか職人は陶器や金属工芸も行った。陶器は無油が多かったが、緑もしくは黄色の単色透明な上薬が施されることもあった。 職人は西洋の唐草模様やアカンサス博飾り、またはサーサーン朝の兜から取られた翼のモチーフなどの要素を再利用しており、こうした美術品をイスラーム以前の時代のものと区別することは難しい。建築においても工芸においても、ウマイヤ朝の芸術家や職人は地中海とイランの古代後期の技法を再利用した。例えばウマイヤドモスクでは、 ビザンチン様式のモザイクの装飾的な諸要素をモデルとして樹木と町に置き換えて自分たちの芸術概念へと適合させている。とりわけ砂漠の城はこうした借用の高例となっている。諸伝統を混交させ建築のモチーフや要素を最適をしながら建造物のみならず工芸品や装飾したクルアーンにも見られるイスラーム特有の美術を 作り出していった。アッパースワサバラモニオの酒好8から9世紀、イランアッバース町の成立で権力の中心地が東に移るとともに、二つの都市が相次いで首都の役割を果たすようになる。イラクのバグダードとサーマルアである。アッパース町の建築には、ティグリス川、ユーフラテス川の堆積土で作られた風化しやすいレンガが用いられていたため、 当時の姿を知ることは難しい。サーマリラーからは膨大な備品類、とりわけ建築の装飾となっていたスタッコが発見されており、そのモチーフは建物の年代決定をある程度可能にした。これらのモチーフはエジプトのトゥールーン朝からイランに至るまでの工芸品、特に木製のものにもまた見出される。カイラワーンの大モスク、9世紀の建築と装飾。 チュニジアのカイラワーン陶芸ではファイアンス焼きと金属光沢の発明という二つの大きな革新があった。これらは陶工の移動によって別の昭和朝でも再び見出された。イスラームでのファイアンスは態度に不透明な酸化鈴の上薬を施し、その上に装飾した焼き物を刺す。この時代には中国の磁器を模倣したものが広がった。 時期に必要な態度であるカオリンが入手できなかったため、薄くすることはできなかったが、8世紀以降スーサで使われるようになった酸化コバルトの青で白釉に彩色する白地、ランアヤが可能となった。モチーフのレパートリーは植物や名文など限られたままであった。当朝当朝の時代にイスラームが中国に伝わり、西安には、 西安大聖神寺と呼ばれるモスクが建設された。西アジアとは異なる中国式の木造建築であり、四合院という中庭住宅の形式で、東西に長い敷地をとっている。中国からは、メッカの方角は西に当たるため、礼拝堂は生誕に配置された。イラクラスター彩りは旧世紀に、おそらくは、ガラス工芸で、すでに存在していたものが、 陶芸に移し替えられて誕生した。8世紀頃からカイロやダマスクスで金属化合物で彩色したガラスが作られており、ラスターステインとも呼ばれている。ラスターステインの技術は9世紀にはイラクに伝わり、陶器にも応用されて、ラスター再陶器となった。この発明の年代の特定は非常に難しく論争の的となっている。最も優勢な意見によれば、 最初期のラスターアヤは多色で人や動物の形を全く取らぬものであったが10世紀からは単色で具象的なものへと変化していったと考えられておりこれは部分的にはカイラワーンの大モスクのミフラーブのラスターアヤの化粧版を根拠としている鋳型での吹き込み形成もしくは部品の追加により装飾された透明もしくは 不透明のガラス細工もまた生産されていた。カットガラスの例も複数が知られており、その中で最も巧妙なのはおそらく、ベネツィアのサンマルコ寺院の宝物庫に保存されている、トの酒であろう。イベリア半島と北西アフリカメスキータの礼拝堂アンダルスに定着した最初のイスラーム王朝は、アンダルスのうまい野朝であった。その名の示すように、 この王党は9世紀にアッバース家に敗れたシリアのうまいやけの末裔だった。11世紀末にはベルベル人の2つの部族がムラアビト朝とムワヒド朝として相続いてマグリブとスペインを支配した。両者は美術にマグリブの影響をもたらした。ムワヒド朝の後継となったのはフェズを首都とするマリーンアサ、チュニスを中心とするハフスアサ、そして ナスル朝との密な交易やアラゴン連合王国及び、マリーン朝とも同盟したザイアーン朝であった。ムギイラの小箱。968年、造形成、高さ17.6センチメートル。ルーブル美術館像、アルハンブラ宮殿のアラヤネスのパティオアンダルスの、ウマイヤ朝は、イブンルシュドの思想など、西洋世界では知られていなかった哲学や、 科学の広がりを可能にした数々の大学のほか、美術にも富んでいた。建築では、首都コルドバのメスキータをはじめ、トレドのバブ・マルデムや、カリフの都だったメディナ・アサーラなども重要である。この時代の結出した建築として、ナスル朝によるグラナダのアルハンブラ宮殿もある。西郷都族、さらには、ローマをモデルとした半円アーチのフォルムは、 スペイン建築の特色を示しているが、同様に頻繁に使用される多弁形のアーチはイスラーム時代の典型的な特徴のようである。ミフラーブを小さな部屋として扱うのもスペインの特徴である。工芸では様々な技法が凝らされた。アンダルスのウマイヤ朝の北アフリカ進出に伴い、造毛が入手しやすくなったことから造毛細工が発展し、 聖地な箱や宝石箱が、カリフ一族など富裕層のために作られた。中でも麦イラの小箱が傑作であり、聖地な浮き彫りで4つの場面が描かれているが、その図像の意味はつまびらかにはなっていない。アルハンブラ宮殿のライオンの間にある噴水。イスラーム世界では少ない丸彫りの、作品イスラーム世界ではどちらかといえば稀であった、大きな丸彫り彫刻も日の目を見た。 金属製の丸彫りは、水盤や、噴水の塗水口として、石製の丸彫りは、例えばアルハンブラ宮殿の、獅子の噴水の支えとして用いられた。織物、特に絹は大部分が輸出された。その多くの例が、西洋の教会の宝物庫で、聖人たちの骸骨を包む布として、再発見されている。焼き物では、伝統技術が駆使され、 とりわけ、ラスターアヤが、化粧版や一連のアルファンブラの壺に用いられた。マグリブ人の象徴による支配を受けてからは、彫刻と彩色の施された気候芸への趣味も見られるようになる。1137年のものとされる、マラケシュのクトゥビーやモスクのミンバルはその最良の例の一つである。北アフリカの建築については、 脱植民地化以降に研究が行われなかったため、あまり知られていない。村人町とムワヒド町は、装飾のない壁を持つモスクなどから伺い知れるような、簡素さの探求が特徴となっている。マリーン町とハフスワサは重要だがほとんど知られていない、建築様式や、彩色、彫刻、造眼を施した、気候芸を生み出した。 西アフリカ発のイスラーム王朝マリ帝国で首都のトンブクトゥにジンガリベリモスクが建設された際にはアンダルス出身の詩人建築家のアブイスハークサーヒリーが携わった日干しレンガと泥塗りという当地の伝統的な工法が使われているキリスト教の昭王によるレコンキスタでアンダルスは徐々に征服され14世紀にはイスラーム王朝は グラナダを首都とするナスル朝のみとなり、ナスル朝は1492年まで存続した。レコンキスタでキリスト教王朝の支配下となった地域では、イスラーム教徒は税を払うことによって、居住を許された。建築では、イスラーム教徒を中心に、ムデハル様式が受け継がれ、特に12世以降に、キリスト教徒の宮廷、聖堂、邸宅に用いられた。エジプトと、 シリアール・アズハル・モスクの中には909年から1171年までエジプトを支配したファーティマ朝はシーア・ハ王朝の一つであった。イフリーキアで成立したファーティマ朝は、フスタートの北に位置するカイロに首都を建設し、フスタートは、経済の中心地であり続けた。ファーティマ朝は、勢族の重要な建築様式を生み出し、アルイコール・アズハルとアルハキムのモスクや、 最小バドル・アルジャマリが建設したカイロの城壁などが残存している。また木、象下、釉の下に、ラスター・アヤと彩色を施した焼き物、金銀、造岩下、金属、不透明ガラス、それから、とりわけ天然水晶など、最も多様な素材による美術品の豊かな産出の源でもあった。当時の職人には、キリスト教徒のコプト人が多数おり、 キリスト教の図像を持つ数多くの作品がそのことを裏付けている。とりわけ寛容であったファーティマ朝の知性下では、キリスト教徒が多数を占めていたのである。その美術は、豊かな図像が特徴となっており、人間と動物の姿が、生き生きとした表現で多様され、ラスター再東記に施された目玉文様のような、純粋に装飾的な要素からは解放される傾向にあった。 地中海沿岸、とりわけビザンチンの文化との商業的接触により、技法と様式の両面で豊かなものとなったのである。また丸堀彫刻を作らせた数少ない王朝の一つでもあった。同時期に、シリアでは、セルジューク朝の王子たちの養育係的な存在であるアタベクが権力を持ち、1171年には、サラーフディーンが、ファーティマ朝のエジプトを占領して、 愛媛部長を創設した。建築にとってはあまり良い時代ではなかったが、それでも、カイロの町の防衛施設の修繕と改良は行われ、高級品の生産も途切れたわけではなかった。U の下に、ラスターあやや彩色を施した焼き物や、高品質な造眼した、金属工芸の生産は続けられ、12世紀の最後の、四半世紀には、 揃い物のゴブレットや特に瓶などのエナメル装飾を施したガラスも出現した。セール用のアライライバン、マムルーク朝14世紀初頭マムルークが1250年にはエジプトでアイユーブアサから権力を奪い、1261年にはシリアでモンゴル人と戦いその価値を認めさせた。この得意なは1517年までの3世紀弱にわたって続き、 スルタンもしくは主張による巨大な総合施設からなる、豊かな石像建築の様式が特に回路で、実現することになる。スルタンの地位が不安定であったため支配意見を保つには、多くの施設を寄進せざるを得ず、この時期には幾千もの建物が建造された。装飾は解して油くの技法に沿って、 色とりどりの石をはめ込むことや放射状の幾何学文様を持つ寄せ木細工を木部に施すことで行われた。エナメル彩りのガラスや造岩した金属工芸も被護の対象となり各地に輸出された。新中製品の製造者、ムハンマドイブンアルザインの署名があるイスラームの美術品で最も巧妙なものの一つである聖類王のアラいライバンはこの時代のものと 推定されている。イランと中央アジア湯の上下にスリップによる装飾を施した杯11から13世紀頃。ルーブル美術館像10世紀のイランとインド北部ではターヒル朝、サーマーン朝、ガズナ朝、ゴール朝が覇権を争った。そのため美術は隣人から抜きんでるための不可欠な手段となっていた。 ニーシャープールやガズニーのような大きな町が建設され、またエスファハーンの金曜モスクが作られたのも、この時期である。墳墓建築が発達し、また投稿は、黄色の地に、万華鏡のような装飾や、有災の有薬の,の流れた跡や、湯の上と下の双方に施されたスリップで、構成された、壁玉模様の装飾を施し一つ一つが、 大きく違う作品を作り出した。トルコを起源とする遊牧民であったセルジューク朝が10世紀の終わり頃にイスラーム世界に急激に広がった。セルジューク朝は1048年にバグダードを占領し、1194年にはイランにおいては滅亡したが、その名を持つ品物の生産が12世紀末から13世紀初頭にかけても行われており、これは 独立したより小規模な君主たちのためのものだったので、あろう。中庭の四辺にイワーンを持つイラン様式のモスクが、初めて出現したのは、セルジュク朝時代であった。石英の粉に白い粘土という役の粉を混ぜた、人工態度により、陶器を白く薄く作ることが可能になり、カンシャンでは、色彩豊かなミーナーイーシェもしくはハフトランギの陶器が、作られ、ペルシア陶器は、 黄金期を迎えた。またブロンズに貴金属を増岩することも行われた。ラクダが描かれたラスターアヤの化粧版。14世紀。ルーブル美術館像13世紀には中央アジアからモンゴル帝国がイスラーム世界に襲来した。チンギスカンの死後に帝国は分割され中国ではもっとイランから西アジアにかけてはイルハン朝が成立しイラン北部は 黄金のオルドの遊牧民らが支配した。イルハン朝の美術は、元の皇帝から独立した昭和安たちのもとで、発達した。モンゴル人たちが、定住化するにつれ建築も活発になっていったが、遊牧民の伝統も残り、それは建物を南北に向けることなどに現れた。しかし、著しいペルシア化や、イラン様式として、 すでに確立されていた形式の再来もまた見られる。ソルターニー家にあるオルジェイトの墓はイランで最も大きく堂々とした建造物の一つである。最初、ラシード・ディーンによって編纂された修士のような重要な写本を通じて、ペルシアの写本芸術が誕生したのもイルハンチョウの家であった。陶芸では、ラージュバルディーナイロドリア スルターナバードアヤをはじめとする新技法が出現した。イルハン朝の工房は他民族の職人で構成され、モンゴル人は中国の文物に慣れ親しんでいたため、中国の影響が見出される。壁の建設。ビフザードが1494から1495年頃。大英博物館像イラン北部の遊牧民の美術についてはわずかしか知られていない。 ようやく関心を向け始めた研究者たちは、これらの地域に都市計画と建築が存在していたことを発見した。金銀在庫も大いに発展しており、その作品の大部分には中国からの強い影響が見られる。イルハン朝の宮殿跡からは、ラスターアヤが多数発見されており、そのモチーフに、竜や鳳凰も使われていることから、中国美術の影響が、 モンゴル帝国を通じて伝わっていたことがわかる。遊牧民からの三度目の侵略は、ティムールの軍勢によるもので、これは中世イラン三番目の重要な時代を打ち立てたティムール朝である。15世紀における、この王朝の発展に伴い、特にヘラートへの戦闘後には、ビフザードラの画家や、数々の中心地と被護者たちによって、ペルシアの写本芸術は頂点に達した。 サマルカンドの建造物などから知られるペルシアの建築と都市計画も黄金時代を迎えた。タイルによる装飾やムカルナスのドームがとりわけ見事である。二重角のドームとマドラーサ建築の定型化という改革で公共建築の量産化も進んだ。写本芸術及び中国の美術の強い影響は他のあらゆる領域にも見出される。 ティムール朝時代における写本芸術とペルシア美術の結びつきは後のサファビー朝におけるペルシア美術の飛躍を可能にした要素の一つである。アナトリアセルジュクアサトルコはアナトリア半島に征服の手を伸ばした。イランやシリアの様々な様式を設置した建築や美術品は貴族の決定が困難である場合も多い。 木工芸が主要な美術分野の一つとなっており、また結出した装飾写本も知られている。建築では通称路にキャラバンさらいを充実させ、建築装飾には人物や鳥獣などの具象的なモチーフが多く用いられた。番古周辺の地域で遊牧生活を営んでいたトルクメン人については極めてわずかしか知られていない。しかしながら、 タブリーズの青のモスクをはじめとする数々のモスクはトルクメン人によるものでありまたルームセルジューク朝の画界後のアナトリアやティムール朝時代のイランにも影響を及ぼしている13世紀以降のアナトリアではオスマン帝国が勃興し建築に庇護が与えられ建築では丸天井を用いることにより空間の統一を探求しようとしたものと思われる陶芸でも ミレトストーキアアナトリアの青と白と呼ばれるようになるオスマン帝国固有の特徴が現れた。インドデリーのクワとアルイコールイスラームモスクインドはガズナーサとゴールアサによって9世紀に征服され1206年にムイズイたちが権力の座につきデリーするターナーサが誕生してようやく自治を回復した。これらの国々は徐々にペルシアの伝統から遠ざかってゆき、 ヒンドゥ美術との融合が見られる独自の建築と都市計画が誕生した。美術作品については現時点ではほとんど研究されていないが重要な写本芸術のあることが知られている。スルターン長諸国の時代はインド全域を占領したムガル帝国の到来とともに終焉する。この時期にはトルコを中心とするオスマン帝国、インドア大陸のムガル帝国、 イランを中心とするサファビー朝という三つの安定した大帝国が成立し、地方王朝を取り込んでいった。これらはいずれも遊牧トルコ系民族と関係する王朝であり、三大帝国とも総称される。オスマン帝国、イズニクで作られたタイル。16世紀、オスマン帝国時代の作品。ルーブル美術館像、オスマン帝国では、 広大な地域と長い時代にわたり、多数の美術が存在した。建築、陶器の大量生産、宝石細工、並びに多方面からの影響を受けた、写本芸術などである。この時代には、イランや中国などの東洋及びベネツィアに代表される、西洋の双方との交易が行われていた建築では、ドームコンプレックスを持つオスマン様式のモスクが、作られるようになった。 きっかけは、スルタンの目フメと二世によるコンスタンティノーポリスの征服で、聖教会の大聖堂だったアヤソフィアが知られるようになったことにある。100歳近くまで長生きし、数百もの建築物を手掛けた建築家、見回る水難の存在が特に重要である。写本芸術で突起すべきものとして、一つは14世紀末に、もう一つは、 スルタンの村と三世のために作られた二冊の祝典の書があり、これらには数多くの挿絵が含まれている。ミニアチュールは16世紀初頭に戦利品としてもたらされた大量の美術品やサファビー朝から到来したイラン海岸の影響を強く受けている。陶芸ではイズニクワカと呼ばれる鮮やかな赤い顔料が作り出された。際だった。 この赤色は1557年頃に出現したもので、ロンドンのビクトリアアルバート博物館に所蔵されているスレイマニエモスクのランプやタイルがその証となっている。サファビー帳とガージャールワサ・リザー・アッバースイー、トリジ中にーマーム派の王朝であるサファビー帳の美術は陶芸と金属工芸に大きな変化が起き、16世紀以降は 高価な素材ではなく色のついた生地を埋め込むようになった。専門家の中には、16世紀には、金属工芸が衰退したとするものもある。陶芸では、中国の時期が高く評価され、写本芸術や絨毯においては、中国的なモチーフを青と白で表現した。建築が繁栄し、第五代シャアのアッバース一世は、エスファハーンに神道を計画し、数多くの庭園。 アリカプのようなリーキシャーモスクなどが建てられた。写本芸術は、250以上もの絵画を含む巨大な、写本であるシャー・タフマースプの偉大なるシャー・ナーメによって、その頂点を迎えた。17世紀になると王族が高価な装飾写本を、あまり注文しなくなり、ムラッカーと呼ばれる新しい種類の絵画が発達した。これは、様々な芸術家たちが、絵や、 デッサンやカリグラフィーを仕様に描き、それを愛好家が集めて、アルバムにするものである。この新しい美術形式を代表する画家の一人に、リザー・アッパースイーがいる。サファビー町の滅亡による一世紀の混乱を収集したガージャール・アサでは、首都テヘランの発展とともに、壮大な建築も建設された。ガージャール・アサの絵画は、西洋の強い影響を受けており、 油絵によるシャアたちの肖像画には、ミニアチュールの作法の名残は、多少あるにせよ、それまでのペルシア絵画とはほとんど関係のないものとなっている。ムガル帝国、ラシカプリア写ン。インド、1610-1615年頃、インドを支配したムガル帝国は、ティムール朝やサファビー朝などのイスラーム美術を参考と、しつつ、伝統的な素材や技法を用いて、 独自の美術を発展させた。写本芸術は、第二代皇帝フマーユーンの治世下で、逃亡先から帰還したフマーユーンと共にやってきた、ペルシアの職人の指導で普及した。この時代には、遠近法の使用と堀り板術というヨーロッパの着想といった西洋からの強い影響も初めて見出される。ヒンドゥーの特徴も、また、特に各地方の中心地で見られる。 絵画においては、ムガル絵画と呼ばれる、細密画が完成された、旧根状のドームを持つ、廟母建築、タージマハル。1653年、ムガル帝国。建築は、第3代皇帝、アクバル以降に発展し、モスクのムガル様式の確立や、タージマハルの建設で名高い。ティムール町やデリー・スルターン朝にあった、ダブルドームやイーワーンを引き継ぎつつ、 素材には、左右タイルに代わって、インド産の赤砂岩と、白大理石を使った。これは、ヒンドゥー教徒との融和を意識したためでもあり、アクバルが造営を命じた、ファテープルシークリーは、その代表例である。工芸では、宝石細工やカワセミなどの硬い主加工が栄え、馬の頭などをかたどった、南極星の探検が作られた。 独自の金銀在庫技法である訓断も発達した。なお王族が金や玉器の食器を用いた一方、カースト間の接触を恐れたためか陶芸は発達しなかった。金属工芸では17世紀のビードリー機の発明も突起される。非金属の合金を強く艶消しした黒と資金銀の造眼モチーフを引き立たせる技法により、 代表的な例にあたる水煙草、水タバコの器具のか水差し、金馬の箱、炭壺などの様々な工芸品が制作された。猫科の動物像。イラン、19世紀。ルーブル美術館像ヨーロッパとの交流が増えるにつれ、オスマン帝国、サファビー朝、ムガル帝国の美術は変化していった。絵画においては、オスマン帝国やサファビー朝の作品は、 マニエリスムの影響を受けるようになる。建築においてもヨーロッパ様式を取り入れるようになった。オスマン帝国では18世紀以降にバロック様式の要素が加わるようになり、ドルマバフチ宮殿はすべてヨーロッパの様式が採用された。ガージャール・アサベはナンセロッディン・シャーのヨーロッパ外遊をきっかけとしてヨーロッパの様式が入り、 本格的な洋風建築は1930年代から導入された。ムガル帝国は弱体化し、イギリス領インドではヨーロッパ様式の建築物が公共建築を中心に広まった。産業革命と近代化の影響はイスラーム美術にも及んだ。写本芸術は18世以降の印刷術の普及によって印刷による出版物へと置き換わっていった。 イスラームガラスは中世にヨーロッパに伝わった後、19世紀のアール・ヌーボーで再注目された。ガラス作家はイスラーム風のエナメル、彩りガラスを復元し、イスラームガラスのコピーも制作されるようになった。陶芸ではラスター・アヤの制作方法が18世紀以降に失われており、陶芸家の加藤拓夫によって20世紀後半に復元が進んだ。ペルシア絨毯は、 制作が続けられており、ニューヨークの国際連合本部ビルには、ペルシアの詩人サーディの作品、アダムのコラを刺繍した絨毯がかけられている。アダムのコラは、人類の一体性を表す宿とされる。異なる時代や、地域の様式を混ぜ合わせるというヨーロッパの手法は、特に建築で取り入れられた。カイロのマリオネットホテルには、スペインのアルハンブラ宮殿のモチーフが使われた。 ガージャール朝のゴレスターン宮殿の天井画には、洋装の女性が描かれ、ハレムの女性の間では、ヨーロッパ風に足を出した服装も流行した。トルコの初代大統領のアタチルクビの設計では、シュメールやヒッタイトなど、イスラーム以前の古代文明とのつながりも表現、されている。パフラビーアサでは、イラン国立博物館の設計に、ササンアサペルシアのイーワーン、 フェルドースイービオの設計には、パサルガダエにある、キュロス2世の墓が取り入れられた。東南アジアでは、クアラルンプールのジャメモスクをはじめ、アルハンブラ様式やムガル様式が入り混じったモスクが建設された。日本の神戸モスクも、ムガル様式とエジプト様式が加えられている。これらの建築は、ヨーロッパの建築家によっても多数設計された。第二次世界大戦後は、 アジアやアフリカで植民地からの独立が相次ぎ国立のモスクが建設された。設計思想には大きく3種類あり、新技術や広報をアピールする現代様式、イスラーム建築の所要層を時代や地域を超えた折衷様式、伝統的な広報による復古様式となる。ブイナニアマドラサの優をかけた瓦屋根と四角形のミナレット。 モロッコイスラームの建築はイスラーム世界に特有の様々な形態をとり、それはイスラームと関係していることが多い。モスクはもちろんであるが、マドラサや隠居所なども信仰に対応した建物となっている。建物の類型は時代と地域によって大きく異なる。13世紀以前には今のエジプト、シリア、イラク、 トルコにあたるアラブ世界の発祥の地では、モスクはどこもほぼ同じで、アラブ様式と呼ばれる間取りに従っており、一つの広い中庭と一つの立ち舟式の礼拝空間を持つが、その装飾とさらにはフォルムには大きな差異があった。マグリブのモスクはキブラに垂直な新郎を持つ T 形を採用していたが、エジプトとシリアでは、新郎はキブラと平行であった。 イランは、レンガの使用、スタッコと陶芸を用いた装飾、またイワーンやペルシア式アーチといった、サーサーン調の建築に由来していることの多い、独特のフォルムといった、固有の特徴を有している。マドラさもまた、イラン世界で生まれたものである。アンダルスでは、邸鉄や、多弁型など様々なアーチを用いた、色鮮やかな建築への思考が見られる。アナトリアでは、 ビザンチン建築の影響下にありつつもアラブ様式の中で独自の発展も見せる独特で並外れた丸屋根を持つオスマン式の大モスクが建設された。ムガル帝国のインドでは徐々にイランの様式を離れ球根状のドームを強調した独自の様式が発達した。アルグンシャーのためのクルアーン装飾ページ。 1368から88年頃、マムルークアサイスラームの写本芸術は、絵画、カリグラフィー、ミニアチュール、装丁をすべて含めたものである。第三大聖闘カリフのウスマーンの時代に、クルアーン写本が完成した。クルアーン写本には、差し絵は描かれなかったが、六書体による微麗なカリグラフィー、幾何学、植物文による、 装飾、芸術的な想定が施された。中世に科学がよく発達したイスラーム圏では、天文学や力学など科学書の写本も盛んに作られ、アブドアルラフマヌアルスーフィーの構成論の1009年の写本が現存する最古の差し入り写本である。他にも、イブンバフティー州が人間、鳥獣、魚、虫などを研究した動物の紅葉や、 自動機械の仕組みを解説したジャザリーの巧妙な機械装置に関する知識の書などの学術書に挿絵が付けられた。写本は工房で制作され、書家の他に挿絵画家、装飾家、製本家が分業で作業した。イスラーム世界の聖書や製本はアンダルス時代のスペインやイタリアの都市国家を経由してヨーロッパにも伝わった。 差絵入りの写本は、アラブ圏では14世紀に衰退が起きた一方、ペルシア圏では、宮廷書画院の下で、物語や歴史書の差絵入り写本が開花し、イスラーム絵画の主要な舞台となった。写本の製本技術は15世紀のティムール町の首都、ヘラートで頂点を迎えた。特にシーラーズでは、家内工業として、写本制作が行われたと言われる。 ティムール朝の写本芸術は、サファビー朝、ムガル朝、オスマン朝にも影響を与えた。伝統的に、写本芸術は3つの領域に分けて考えられてきた。シリア、エジプト、ジャズイラ、マグリブ、それから、オスマンの写本に対応するアラブ、特に、モンゴル時代以降のイラン世界で作られた写本に対応するペルシア、そしてムガル帝国の作品に対応するインドである。 それぞれの領域には特有の様式があり、それは、さらに独自の芸術家たちや監修などを持つ相違なった、流派に分かれる。諸流派やさらには、地理的領域の間での、政治状況の変化や、芸術家の頻繁な移動による、影響関係が存在したことは明らかであるが、それぞれの変遷は、並行して進行していた。なお、中国から伝来した政治は、 10世紀には、イスラーム世界に定着し、写本繁栄の礎となったが、アラビア文字の組版の困難さやカリグラフィーの重視のため印刷術の導入は18世紀まで遅れた。インジャを訪れるジャハンギール。ゴーバルダナが。17世紀イスラームの絵画は、アラブ、イラン、トルコ、インドを中心に体系が分けられている。い朝から、アッパース朝にかけては、壁画や、 床絵として、フレスコ画などの絵画が描かれ、ウマイヤ朝時代のクルセール、アムラや、ファーティマ朝時代のカイロ浴場壁画などが、残存している。また、陶芸、金属工芸、ガラス工芸、造芸彫刻が、絵画的表現の媒体となっていた。イスラーム絵画では、人物や動物などの具象画の他に、文様や枠についての技法も重要となる。 特に写本との関係で、タズヒーブと呼ばれる、文様絵画が一つのジャンルとして確立されている。また、ジャドバルと呼ばれるワークは、見出しや本文を美的に区分し、写本において重要となった。写本芸術が発展すると、科学書から始まった挿絵が発展し絵画の舞台となった。ティムール町、サファビー帳を中心にペルシア語の物語や、歴史書の装飾写本が、 盛んに作られた。アラビア語では、画家は、神と同じ語、ムサフビルであったこともあり、球団の対象であったが、その画家の地位も確立され、署名を通じて、名前が残るようになり、16世紀には、画家論が書かれるまでになった。代表的な画家はビフザードである。16世紀後半になると、ペルシアでは、 王族が高価な写本をあまり作らせなくなり、一枚、物の絵が描かれるようになった。これを愛好者が収集して、画帳とするようになり、画家の地位はさらに向上した。リーザー・アッバースイーは、鮮やかな色彩で宮廷の優雅な男女を描き、評判をとり、その作風は広く模倣された。装飾美術の処分野は、ヨーロッパでは、マイマー美術と呼ばれている。しかしながら、 数多くのヨーロッパ以外の文明や古代の文明でそうであったように、イスラームの地でもこれらの媒体は実用よりも芸術的な目的のために用いられる傾向があった。イスラームの芸術家たちは主に宗教的な理由から彫刻には興味を示さなかったが、金属工芸、陶芸、ガラス工芸、宝飾、機工芸、 造毛細工などの幅広い領域で独創性と卓越した技量を示した。金属工芸、ビードリー機の水パイプ金属工芸の素材としては、青銅や真鍮が最もよく使用され、その他金銀鉄などの使用も見られるが、金銀はしばしば溶かして再利用され、またアッバース朝以降ではシャリアをもとに本格的に禁止されたため現存する作品は少ない。 水差し、パチ、酒インク壺、箱、鏡、シャンデリア、食材、武具など多岐にわたり、その技法も制作物に応じて多種存在していた。基本的には、サーサーがサ、ペルシアやビザンチンといったイスラーム以前から存在していた伝統を継承し、発展させた工芸美術である。ファーティマ朝時代のエジプトなどでは長獣をかたどった。 水差しが流行し、数多く制作されている。セルジューク朝時代には装飾として刻まれたアラビア文字の末端に、人間の頭部や花の模様など変化をつけた作品も出現し始め、社会情勢の変化が伺える。他の地域ではあまり発達しなかった技法に、12世紀、頃から見られるようになった銅や銀を、真鍮の器にはめ込む造眼細工があり、 1163年にヘラートで制作されたボブリンスキーの手桶けが代表的である。造眼技法はその後シリアに伝えられ、14世紀初頭にエジプトで生類王のアライライバンなどの作品が生まれた。しかしそれ以降は理由は不明であるが人物や動物を描いた造眼装飾は下火となり、15世紀末には単純な打ち出しや、 戦国が主流となり近郊は衰退を迎えた。特徴ある金属工芸としては17世紀ムガル帝国のビードリー機がある。これは非金属の合金に銀銀を増元し、アンモニア塩を含む泥で覆うことで、艶消しの苦労を得て増元を引き立たせるものであり、特に大麻やタバコの吸引用風化の器具が多く作られた。陶芸野牛の乳を絞る。 トルクメン人の焼き物。12から13世紀、北知り合いスラーム世界における陶芸の歴史は、時代ごとに没効した王朝によってその技、特徴が著しい変化を遂げている。また、主要な釜場も時代に応じて変遷し、アフガニスタン、トルコ、エジプト、イベリア半島などを広域にわたる。 中国の陶磁器の影響を受け、磁器の完全な再現こそ果たされなかったが、ラスターアヤやミーナーイマイイデなどといった独自の陶芸文化を進化させていった。陶芸技術が飛躍的な発展を遂げたのは、アッパース町におけるイラクで、白油陶器、白油乱力再陶器、ラスター再陶器などが誕生した。中でも、ラスターアヤは一度声優して焼いた器に、 小三銀や硫化銅で絵付けし、低温度の釜で再度還元焼成することで、金属的な輝きを出す。独特の手法で、イスラーム陶芸の代表的なものとして知られている。この技術は後に続くファーティマ朝やセルジューク朝などでも受け継がれていった。セルジューク朝に入ると、加減種と呼ばれる技法が発達し、青竜相置分陶器、 見ないでなどの多彩な装飾が施された陶器が誕生する。イルハーン朝ではさらに装飾技法が発展し、金箔を加えた、愛磁金彩色や愛祐白星上陶器などが誕生した。また、中国の陶磁器から影響を受けた、建築装飾用のタイルなども生産されるようになった。オスマン朝時代のトルコイズニック鎌場では、中国の聖火陶器の技法が取り入れられた。 白地愛イ,イ陶器などが主流となり、また、伊豆肉赤と呼ばれる、鮮やかな赤も用いられた。サファビー町ではこれを模倣した、クバチ陶器と呼ばれる健乱な災ガ陶器の、作成技法が生まれた。ガラス工芸エジプトのモスクランプ。アミールのカウスンが寄進した。14世紀イスラーム時代以前より、地中海沿岸では、ローマ由来の中武器ガラス、ペルシアでは、 サンサーナサ由来のメンカット装飾を用いるガラスが作られていたが、アッパース朝時代に入り両者が融合し、独自の発達を遂げ、イスラームのガラスは世界の最先端となり、ベネツィア共和国などのヨーロッパ諸都市にも強い影響を与えた。ガラスのカッティング技法による装飾が流行し、レリーフカットなどの技術が誕生している。 11世紀に入ると、エジプトフスタートを中心として、新しい技術が、次々と生まれ、被せガラスの手法を用いた作品などが生み出された。また、ガラス工芸で生み出された技術は陶芸にも用いられ、イスラーム美術独特の陶芸技法である、ラスター・アヤが誕生している。様々な機形がある中でも、代表的であったのは、モスクランプとも呼ばれる大型の釣りランプだった。 エナメル彩りの豪華なランプが、モスク、マドラサ、屏風などに神を光に例えたいかのクルアーンのショークを添えて寄進されるのが常であった。小型のランプは10世紀頃から作られ始め、13世紀からエナメル彩りで装飾され、14世紀に大型化して、盛んに寄進されるようになった。モスクランプにはクルアーンからの引用の他に寄進者のサンジュも書かれ、 紋章や紋様で覆われた。ランプの内側に彩色されているため、点灯はしなかったという説が有力である。染色、絨毯アルダビール絨毯。ビクトリドアルバート博物館像高温乾燥の気候から身を守るための衣服、涼しい床の直上で生活し同じ空間を使い分けるための絨毯、遊牧民にとって住居そのものとなるテントなど、イスラーム世界では、 布が重要な役割を担った。日用品としての布地は大半が無地であったが、装飾のある布は陳調された。ティラーズと呼ばれる名分の刺繍がある布を君主が家臣に貸手することが行われ、これを制作する国立の工房もティラーズと呼ばれた。この制度はアッパースワサで拡大し、膨大なテキスタイルを生産した。空印機で作り出される。 イスラームの複雑な図案の木の織物は14世紀まで世界市場を独占し19世紀まで重要な輸出品であり続けた。絨毯はペルシアやトルコが主要な産地であるが礼拝用に絨毯を必要とすることなどからかつてはイスラーム世界のほぼ全域で絨毯の生産が行われていた。絨毯や掛布などの贅沢な布は家の中に この世の楽園を作り出すものであった。ペルシア絨毯の最高傑作とされるアルダビール絨毯は、ディラーズで作られ、モスクか霊廟に奉納されたものと考えられており、こうしたデザインは速やかに地方に伝播していった。造毛在庫中世の造毛はほぼすべてが、サハラ砂漠を越える陸路でもたらされており、これを入手しやすい地勢にあったアンダルスのウマイア朝やファーティマーサでは、 造毛細工が発達した。アンダルスのウマイヤ朝の麦イラの小箱が代表的な傑作である。またパンプローナナバラ美術館に所蔵されているファーティマ朝の造毛の30センチメートルほどの箱には一面に高浮き彫りが施され、おびただしい数の職人の署名があり、極めて高価なものだったことを伺わせる。またファーティマ朝では調度品などの装飾にも、 造毛細工が用いられた。木工芸カイラワーンの大モスクのミンバル、イスラーム世界には木材の入手しにくい地域が多く、また家具もあまり必要とされなかったが、差し物技術により貴重な木材を継ぎ合わせて箱やついたてなどが作られた。特にモスクの重要な備品であるミンバルやクルアンダイは木で作られる。現存する最古の木製ミンバルは、 カイラワーンの大モスクにある旧世紀のものである。建築には主にレンガ、石材、タイルが使用されたが、木材が豊富であった地域では建築装飾にも気候芸が用いられ、例えばナッスル町のアルハンブラ宮殿の天井は数千の木材を組み合わせた木造である。トルコでは気候芸がよく発達し、オスマン帝国のクルアーン収納箱のような傑作が残されている。 玉器、水晶、宝石細工場の頭をかたどった、非水性の柄を持つ探検。17世紀、ムガル帝国。ルーブル美術館像エメラルドヤルビーのような宝石が、装飾として他の工芸品にはめ込まれる一方、水晶やカワセミなどはそれ自身を掘り込んだ、工芸品が作られた。水晶細工に最も優れたのは、ファーティマ町であった。ファーティマ町の宝飾は、 ほとんどが再利用され残存していないが、水晶から掘り出された高価な水差しやランプの一部はヨーロッパに渡り、教会の宝物庫などに収められ今日まで伝わっている。こうした非常に高価な工芸品は、カリフ一族や高官が個人的に使用するためのものであった。玉器が最も盛んであったのはムガル帝国で、 宝石細工やカワセミなどの硬い紙加工が栄え、南極性の柄を持つ探検や全体を宝石で埋め尽くした探検などが作られた。訓断のような独自の金銀細工技法によって、ルビーエメラルドダイヤモンドなどの緻密な造眼が可能となり、花のモチーフをかたどることが一般的であった。様々な宗教がイスラーム美術の発達において重要な役割を演じ、 神聖な目的に向けられた美術も多い。イスラームはもちろんであるが、他の宗教もまた無視できない役割を演じている。エジプトからトルコまでの一体では、キリスト教、イラン世界では、ゾロアスター教、インド世界では、ヒンドゥー教と、仏教、マグリブではアニミズムが、特にそうである。 イスラームは偶像を崇拝することを禁じたため、モスクなどの宗教建築やクルアーンの写本などを除くと、宗教美術は存在せず、また宗教的な図像の需要も生まなかった。他方で、王族や都市の富裕層などは枠譜として、宗教や事前への寄進を行うかたわら、宮殿や贅沢な調度品など宗教以外の美術品のパトロンともなった。よって、 イスラーム美術に占める宗教美術の割合は大きくないのであるが、全面的ではないにせよ生物描写の機避、モスクやクルアンを飾ることのできる抽象的な装飾や神の完璧な創造を暗示する、数学的に計算された無限の美の追求、神の言葉を記すカリグラフィーに与えられる高い価値などの美意識や観光を通して、 乾燥地帯という気候風土などと並び、イスラーム美術に共通の特質の一部を作り出している。フェルドースイーの女子誌、シャーナーメイの挿絵。16世紀末、イスラーム美術には様々な源泉が用いられており、中でも文学との関係が深い。フェルドースイーにより10世紀初頭に作られた国民的女子誌、シャーナーメイやニザーミーの 五つの歌といったペルシア文学が、写本芸術のみならず美術品のモチーフの源となっている。特に、権力者たちは、自分の伝記物語よりも、シャーナーメの豪華な写本を作らせるのが常であった。スーフィズムの詩人サーディーの、バラエニやジャーミーの、七つの王座を表現したものも、多い。14世紀初頭に、最初、ラシード・ディーンにより編纂された、 修士はイスラーム世界全体で数多くの表現の支えとなっている。ペルシア語はムガル帝国やオスマン帝国でも宮帝語となっており、ペルシア文学の写本が作られた。ペルシア語以外の作品には、インド起源のグーワ、パンチャタントラオ、イブンアルムカッファがアラビア語に翻訳したカリーラとティムナ、アブル・ファラジュ・イスファハーニーが、 アラブシカと詩人の伝記を集めた歌の書、アルハリーリーのマカーマーとフワージュ・キルマーニーの詩選集などがある。これらのテクストに工房で挿絵が施された。なお、千代人用物語は879年までには原型ができていたが、イスラーム世界の歴史的な挿絵入り写本は現存しておらず、19世紀以降のものがあるのみである。イスラム美術では、 偶像の制作が忌避されており、その結果として抽象的、装飾的な美術表現が発達した。こうした美術形式における抽象的、装飾的なモチーフは無数にあり、幾何学文様から鶴草の植物文様まで変化に富んでいる。鶴草模様は植物の成長やリズムを視覚的に図像化し、楽園の庭を表現する意図がある。 その他にイスラーム美術を特徴づける幾何学的パターンとして特にマグリブではハタムと呼ばれる八海大将の星型のパターンを駆使したタイルを作る。マグリブでカットしたタイルから作るモザイクはゼッリージュと呼ばれる。ゼッリージュは八海大将の星と六角形によって骨組みを作りその中を様々な形のタイルで埋める。タイルの色は中世では数色だったが 次第に、色数が増えていった。タイルで表現する際に三角形、正方形、正六角形などは作りやすく、技術が発達するにつれて、困難な五角形の表現も可能となった。正十角形と、正五角形を組み合わせたパターンが考えられ、ペルシア語で結び目を意味するギリーとも呼ばれている。スルスタイのカリグラフィー。モロッコ、メクネスクルアーンの章は、 神の言葉であると考えられているため、カリグラフィーはイスラーム世界では重要な、さらには神聖な活動であるとされている。また、生き物の姿を表現することは宗教的な場所や作品では認められていない。そのためカリグラフィーには宗教的な領域のみならず、世俗的な作品においても特別な注意が払われている。アラビア文字は、 神の文字と捉えられ、イスラーム美術において、偶像の代替的役割を果たした。アラビア文字はその視覚的特性から、イスラーム美術の抽象的装飾と調和し、イスラーム美術の重要な装飾要素の一つに位置づけられる。装飾に用いられる、文字模様は、読解が困難であったり、文字に似せているだけであったりする場合もあり、 必ずしも読まれることを前提とはしていなかった。旧世紀にクーフィー体がクルアーン用の書体として発展し、そこから装飾書体が派生した。装書体はイブンムクラの考案にした配分システムが有名である。幾何学的な書体としては正方形の中に文字を収めるスクエアクーフィー体がある。スクエアクーフィー体は神秘的な目的を優先して 文字を変形させているため、判読が難しい。終始の差し絵。ムハンマドとメッカの部族の長老たちが、黒いオカーバへと運んでいる場面。ムハンマドの顔が描かれている。予言者伝の写本。ムハンマドに後輩が描かれ、顔にベールがかけられている。イスラーム美術には全く偶像が存在しないと、考えられがちであるが、陶芸や写本芸術などでは、 数多くの人や動物の姿が表されている。クルアーンは偶像を禁じているが、これは神の姿を像に表し崇めることを禁じたもので、人間や動物を描くことを禁じたものではない。他方、ハディースの中には動物の姿を描くことを神への挑戦であるとして、非難するものがある。よって、あらゆる領域において、神の表現は行われないが、 人間や動物を描くことは、モスクなどの宗教的文脈でこそ忌避されても、世俗の領域では、必ずしもそうではなかった。ローマ帝国の壁画の習慣はイスラームでは、ハンマー,ームの中に残り、動物や人間が描かれた。人物画については、シャリーヤの見地からは、反対もされたが、浴場の絵画は、体の動物的、自然的、 精神的能力を高めるとして支持された。また、ムハンマドだけでなく、イエスや、その他の旧約聖書に登場する預言者たちや、さらにはイマームたちの宗教的な図像も描かれることがあり、時代や地域によって、顔に、覆いがかけられることもあった。ムハンマドは、神ではなく、預言者であり、よって、クルアーンの偶像禁止とは関係せず、また当初は神格化もされなかった。 時代が下るとともに、後輩や図工が描かれるようになり、16世紀には顔にベールがかけられ、18世紀には姿全体を隠すことも行われるようになった。このように、図像表現の問題は複雑なものであり、時代や地域による変遷もあるのでさらに理解は困難なものとなっている。人物の差し絵が載っている宗教書の写本は少なく、 預言者に関する、ダリールの、預言者の生涯、ムハンマドの夜の旅の挿絵がある、ミール・ハイダルの、商店の書、第四大政党カリフのアリーの生涯を記したイブン、フサーム、死との書などが知られている。イスラーム世界では、既身の制度である、ワクフが、美術の重要なパトロンの一つとなった。ワクフは事前を目的として、病院、学校、 公衆浴場などの公共施設に財産を寄進する制度であり、枠府によって建築物や美術品も作られて管理、保管され、枠府を維持する者は名声を得た。特にモスクや事前施設向けの品は枠府として寄進された。モスクに送るガラス製のモスクランプ、ボビオに献納するアルバビール絨毯、クルアーニアトーチを称えて、 宮廷図書館の蔵書とする写本にも悪譜があった。王族は最も大きなパトロンであり、様々な動機によって美術を庇護した。オスマン帝国のスレーマニ一世は、スレーマニエモスクを中心とするスレーマニエ建築軍の造営を進めた。この建築軍は、宗教施設から商業施設までを含み、あらゆる社会階層の要求に応えるという君主の意志を表した。 サファビー町のアッバース一世は、エスファハーンに、ナクシュイジャハーンと呼ぶ建築群の造営を進めた。この建築群は、4つの建築と広場によって、君主の信仰、統治、民衆への配慮を表現した。ティムール町のゴーハルシャードは、多数のモスクや、事前施設の造営を進め、マシュハドやヘラートを、芸術の中心地とした。 ティムール町はスンナ派の王朝であったため、当地の主な信者であるシーア派と融和するために被護者として活発に活動をしたとされる。サード町のシャリーフラは、モスクに付属する教育機関として、ベンユースフ・マドラサを建設し、宗教教育と芸術の庇護を表した。職人の集団がパトロンの王朝を求めて移住すると生産地も移動し、元の場所で、 政策手段が失われる場合もあった。帝国や中央政府が弱体化すると地方の領主がパトロンとして活発になった。アンダルスのウマイヤ朝が滅亡して大ァ小王国の時代になると、小王は自らの正当性を示すために美術の庇護を競った。パトロンはイスラーム教徒ではない場合もあり、ヒンドゥー教徒のマハラジャだったジャイシング二世は ムガル帝国のイスラーム宮廷の様式を引き継ぎ、天体観測施設、ジャンタル・マンタルなどのイスラーム建築の造営を進めた。一般向けの商品としての工芸品の他に、商人をはじめとする裕福なものがパトロンとなり、制作される場合もあった。都市部の上流階級や中流階級の庇護は、主に陶器やガラス製品に向けられた。ヘラートのボブリンスキーの手桶も、 裕福な商人のために作られたとされる。美術工芸の資料としては、中世後期に書かれた筆場の書がある。これは、無二水部に向けた業務の手引き書きであり、ガラス工芸の製造や品質検査について書かれており、装飾品の高級ガラスに加えて実用品向けのガラス工芸が増えていた状況がわかる。また、 ファーティマ朝のユダヤ教徒によるゲニザ文書にはイスラーム教徒の職人がユダヤ教徒と業務提携をしていた記録があり信仰を超えた協力があったことがわかるイスラーム絵画の資料としてはティムール朝の図書館長ジャフェル・バーイ・スングリーが書いた上進の書に当時の絵画制作環境が記録されている画家の列伝であるラシーディの歴史書家や 画家の列伝を含む、パフラーム・ミールザー・ガサツなどは、オスマン町のトップカップ宮殿にも所蔵されている。書家と画家の列伝としては、ティムール・朝から、同時代までをまとめたゲッセホーンの、書と絵画の歴史に関する書もある。オスマン町の芸術は、村と三世の時代に最も盛んになり、財務長官のムスタファー・アーリーによって、芸術家列伝が編纂された。これは、クトゥブッディーン。 モハンマド・ヤズリーの書家列伝に画家列伝を追加した内容で、トルコの他にイランの書家と画家も収録されており、絵画研究の重要な資料となっている。工芸家などの職人も含めた記録では、トップカップ宮殿の芸術家、手工芸家の賃金、登録台帳が貴重な記録となっている。ロンや美術論としては、サファビー町の宮廷図書館長サーディ・キーベクの 絵画の基範、サファビー朝の宝刊ガーズイーアフマドの芸術の花園などがある。共に絵画像の理想や絵画館の他に実践的な絵画技法や絵の具の製法、写本制作の技法についても触れている。ヨーロッパにおいては中世に高価な物品を多数輸入していたため、古くからイスラーム美術が知られていた。こうした物品の多くが聖遺物箱に使用され、 西洋の教会の宝物庫で保存されている。初期のガラス機の管品の大部分はイスラーム世界ではなく教会の宝物庫に残っていたものである。しかしながら学問としてのイスラーム美術史は、例えば西洋の古代美術史などよりも、はるかに最近になって生まれた分野である。それに加えて考古学の分野では、 古代の遺物を求める発掘によってイスラーム美術が荒らされて犠牲となる場合もある。19世紀に誕生し、オリエンタリズムによって推進されたこの学問は世界的な政治、宗教上の出来事のために右与曲折を経てきた。植民地化は一部の国々の研究に有利に働き、ヨーロッパとアメリカに複数のコレクションも誕生したが完全に無視された時代や、 地域もあまたあった。後期オスマン帝国やガージャール朝の美術がその典型で今日ようやく再発見されつつある。西洋的なオリエンタリズムはイスラームの過去の一つの統一された黄金時代を見ようとし、他方で植民地主義から解放されたイスラーム諸国では反イスラーム主義と民族主義との相告があった。 イスラーム美術が主に西洋美術の分類によって行われてきたため問題が生じた点もあった。その一つが絵画と文様の関係についてである。イスラーム絵画においてはタズヒーブも絵画ジャンルであり、特に写本との関係で重要とされてきた。西洋絵画の方法論は人物や動植物などの具象画に注目するため、細密画は評価をされたが、文様は 写本の一要素として論じられる傾向にあった。また、細密画においても、アラブ、イラン、インド、トルコなどの絵画が、イスラーム絵画としてまとめて論じられる傾向にあったが、民族や地域による美的感性の違いについて、さらに個別の研究が必要とされている。日本へは7世紀末には当正大寺斜利用器として、イスラームのガラスが岩神によりもたらされたほか、 東大寺賞創員中倉に3点のイスラームガラス機が収められている。中近世にも陶磁器、絨毯、織物は伝来を続けており、特に織物は名物列として扱われた。20世紀に入ってからは、早稲田大学、中近東文化、センター、イスラーム考古学研究所、井出光美術館などが1970年代以降に発掘。 研究活動を行っている。鳥の描かれた陶片。シリア、13世紀初頭。ルーブル美術館像、イスラーム美術の大規模なコレクションは、イスラーム世界よりも欧米に多い。19世紀末のオリエンタリズムの流星や、アーツクラフツ運動による、手工業工芸品の再評価などにより、優れたイスラーム美術のコレクションが、 欧米に形成された具体的にはルーブル美術館、メトロポリタン美術館、大英博物館、ビクトリアアルバート博物館などがある。しかしながら、イスラーム世界にもイスラーム芸術博物館、カタール国立博物館などのコレクションが存在する。リスボンのカルウスとグルベンキアン財団と、ハリリコレクションも多くの作品を所蔵している。 ワシントン DC のフリーア美術館のようなアメリカ合衆国の博物館にも美術品や写本を有しているものがある。コーニングガラス博物館には世界で最も重要なイスラームのガラス作品のコレクションがある。写本では大英図書館やフランス国立図書館などの図書館も重要で東洋の写本のコレクションがかなり充実しているが、 また博物館も、写本の装飾されたページを保存している場合がある。日本には、陶器とテキスタイルを中心としたコレクションが存在し、中近東文化センター、東京国立博物館、国立民族学博物館、岡山市立オリエント美術館、ミホミュージアムなどで、イスラーム美術に触れることができる。世界遺産には、イスラーム建築も登録されており、 最初の登録はモスクを含むゴレ島となった。2013年時点で、イスラーム建築の旧市街は40件、都市遺跡は20件、宗教建築は12件ある。旧市街には、フェズ、シバーム、サマルカンドー島、都市遺跡は、サーマラー、バム島、宗教建築は、タージマハルやディブリーの大モスク島となる。世界遺産の登録によって建造物の修復が、 行われ、かつての姿を取り戻すこともある。他方で、観光開発によって、周辺との経済格差を招く場合もある。建築並びに、美術品の最も古い産品を求めて、サーマッラー、スーサ、カイローなどで、イスラーム考古学が行われている。政治状況や一時期の無関心などのため、アラビア半島は学問上、最後の空白地とも呼ばれ、それだけに、 研究の余地は大きく、困難にもかかわらず、パキスタンからマグリブに至るまでの、イスラーム世界全域の重要な現場で発掘が行われている。1910年のサーマルアートフスタートの発掘に始まり、1940年代には、イラン、シリア、レバノン、ヨルダン、イスラエル、トルコ、東アフリカ諸国でも発掘調査が始まった。 1970年代には、イスラーム考古学研究と共に急増し、エルサレム、ダマスクス、ラッカ、カエサリア、シーラーフ、アカバ、クサイル、トゥール、ラーヤなどの都市遺跡の発掘が進んだ。バグダードは、遺跡が建物に覆われているので発掘調査を行う、ことはできていない。他方、サーマラーは、エルンストヘルツフェルトやより最近では、 アラステア農ッジによるものなど、複数次の発掘調査の対象となっている。メディアを再生するビデオ、イスラミックアートアットザ、フリーア美術館0時57分。ありがとうございます。